と呼ばれた男がいた。彼は強大な力によって新たな世界を生み出すと、己を倒しうる強者。その男の名はオロチ。死すら許されない大罪を負った彼は、密かに滅びを望んでいた。やがてそのオロチの亡骸は戦界の将ジョカによって葬られ、彼にまつわる騒乱は終幕を迎え、前田慶次、伊達政宗、今なおオロチの死を惜しみつ。慶次、貴様はこの世界と、オロチが消えて平和になった。そんなことは分かっておる。オロチの魂に染められた男が二人。へえ、こいつ。貴様、よみがえっておったか。よもつ平坂に会いたのでな。新たな宴の新たな宴か。そい、清盛がよみがえったということは、オロチ復活の機もあるということか。奴のことを考えておるのか。オロチ、あやつさえ生きておれば世の成り様は違っておったのだ。今なおオロチ様を思うか。来るがよい、オロチ様復活の戦、今より明
だててくれ。コンゴロチアラミタマソワカ。コンゴロチアラミタマソワカ。地獄に存ずる。我が輩こそ無双なり。ランが敵を押しとどめます。ランディア様はその間にお逃げください。わしが必ず援軍を連れてくる。辛抱してくれ。おお、股間邪めが向かってきおるわ。他の者にも我が術を馳走してくれ。後の禍根となろう。すぐさまを言い討て。おい殿、ここで何をしとるさ。清盛に取り捕まる前に逃げるんじゃ。清盛に会って確かめたいことがあるのです。私のことは気にせず先へお進みください。私は何を。一度引き神経を整えましょう。正直我が輩の九月の術思想してやろう。コンゴロチアラミタマソワカ。コンゴロチアラミタマソワカ。始めちまったからにはとことんやり抜こうぜ。
勝利に浮かれている暇などないわ。この復活に向け次の一手を打つのじゃ。我が術を試すには良い戦となったわ。コロチ様の目覚め、そう遠くはあるまいぞ。諸行は無常。清盛、貴様その力を。亡きオロチ様が最後に。なんでまたオロチはそんな力を。人の意志が生む力に、おともかくも、人の意志を自在に操れるならば。やり方は貴様の好きにするがいい。オロチ復活刑事、貴様を来るであろう。ああ、オロチが目を覚ますってんなら、黙って見てるわけには。